イタリアで開かれたアジア・ヨーロッパ会議の財務大臣会合に出席した麻生財務大臣は消費税の10%への引き上げに向けて景気を回復させる姿勢を改めて強調しましまた。上げなかったことによって世界中からいきなり信用がどんと起こってそういうようなことにならないようにするという対応が最も大切なんだろうなと思う。 また、確実に景気を上げる流れを今年後半に作り上げなければならないと増税に向けて取り組む姿勢を強調しました会合は世界経済の成長は脆弱で下方リスクも残っているという声明をまとめましたが麻生大臣は日本などアジア経済に対しては一定の評価を得たとしています。